母親が病院以外に身元を明かさない内密出産を運用する熊本市の慈恵病院。病院によりますと、6月に新たに3例の内密出産がありました。一昨年12月の国内初の事例以来、1ヶ月で3例の出産は1月としては最多です。いずれも県外に住む成人女性で、 母子ととともにに健康状態に問題はなかったということです3人とも出産後には身元を明かしていて1人は自分で引き取り育てることに別の母親は児童相談所を通して特別養子縁組を希望もう1人は民間の斡旋団体を通して特別養子縁組を前提とする家庭に子どもを託したということです。この母親は 入院を経由せず、子どもが早く家庭環境で過ごせることや、引き取られた子どものその後の成長を確認できることなどから、民間団体による特別養子縁組を選びました。内密出産の事例は、合わせて14例となりました。また、過去に内密出産で生まれた子どものうち1人について、初めて特別養子縁組が成立したということです。 安全な出産と無事な出生だけが目的ではなくて、やっぱり負の連鎖を断ち切らないといけないと、私たちからしても安心できる過程で、えー、これから人生を歩むことになると、それを確定したっていうのは、非常に安心、えー、しました。